はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。皆さんは膝を柔らかく使おうなんていうふうに、まあ、なんかのレッスンとかね、例えばゴルフとかテニスとか、まあ、そういった習い事の時に、まあ、膝を柔らかく使ってくださいねみたいな、ことを聞いたことあるかもしれません。まあ、抽象的な表現で言えば、それはね間違いではないんですけど、関節の動きっていうことで考えると実は、ちょっと間違ってる部分もあるので、今日はそんなお話をしていきたいなと思います。はい、人間の関節には、動きやすい部分と動きにくい部分があります。膝なんていうのは、実はね動きにくい関節のうちの一つなんですね。なんでかっていうと、膝、まあ、今ちょっと足元映せないんで、肘でちょっと代わりに説明しましょう。膝って、まあ、こういう動きをしますよね。屈曲伸展、伸ばす曲げる、伸ばす曲げるっていう動きしか基本的にはできません。なので膝はこの2方向に動かすことしか得意ではないので、膝を柔らかく使うっていうのはちょっと苦手なんですよね。まあ、その証拠として膝の周りには靭帯っていうのがたくさんついてます。前十字靭帯、後十字靭帯、内側側副靭帯、外側側副靭帯、靭帯がたくさんついてるんですけれども、靭帯の役割っていうのは、まあ望ましくない動きが発生した時にそれを抑制する働きっていうのもあるんですよ、靭帯。なので、まあ、過度な方向に、望ましくない方向に力がグッとかかってしまうと靭帯が伸びてしまって、捻挫、靭帯損傷なんていうことにも実はなるんですけど、膝なんかは、靭帯がたくさんついてて、肘もそうですね、まあ、あらぬ方向に曲がらないようにできてるわけですよね。まあ、そんな膝を柔らかく使うんではなくて、股関節とかを柔らかく使うような形です。あと、まあ、上半身でいうと肩、はい、この辺りの関節はくるくる回るはずなんですね。ボール&ソケットなんていうふうに言いますけど、ソケットがあってガシャンとはまるような感じの関節になってます。そうするとこういうふうに自由に動くんですけれども、膝はこんなふうについてて、まあ、こう動くだけですよね。これがこう回ったりっていうのはしないわけですよ。なので、まあ昔ありましたけどね、なんとかサミン体操みたいなのありましたよね。ちょっとしゃがんだ状態で膝をね回すようなエクササイズが CM とかでも流れてましたけれども、あれが実際に膝が回ってるんじゃなくて、股関節が回ってるから膝の位置がこう回ってるように見えるわけですね。なので膝を柔らかく使おうっていう認識をしてしまうと、膝の部分をねちょっと無理やりグリ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 回そうとしてる方も中にはいらっしゃって、それちょっと危険なので、膝じゃなくて、股関節とか、まあ、そういったね、骨盤周り、背骨周りもそうですし、あとはもう体の末端の方に行っても、まあ、そういう回る関節っていうのは必ずあるんですね。なのでその辺を柔らかく使うイメージをした方がいいと思います。膝みたいな動く方向が決まってる関節っていうのはどちらかというと安定性優先の関節になりますので、そこがねちょっと混乱しないように、気をつけてください。まあ、抽象的な表現でもう本当にね、ちょっとスポーツやってる時にリラックスするために膝柔らかく使ってとかって言われると思うんですけど、実際柔らかく使ってるのは膝とかじゃなくて、股関節とか、そういったところを柔らかく使ってるっていうところですね。なのでトレーニングの時も安定性優先のトレーニングにするのか、動き優先のトレーニングにするのかっていうのは実は関節によって変わってくるので、膝なんかをね無理やりちょっとこう柔らかくするようなトレーニングとかをちょっとやってしまうと怪我につながってしまったりとか、逆に動かすべき股関節とか、まあ、背骨もそうですよね、あと肩関節とか肩甲骨とかそういったところを、固めるような動きをしてしまうと動きが悪くなってくるなんていうケースもありますので、ぜひね関節関節に合わせたトレーニングを見極めてやっていく必要があります。やっぱりね、トレーニング始めたばっかりとかだと難しいと思うので、ぜひねパーソナルトレーナーでもいいですし、ジムのスタッフとかでもね、知ってる人もいると思うので、ぜひわからないところは何でも聞いてね進めていただければと思います。ピーコの動きやすい関節ってどこ？初めて見たそれ、なんかヘリコプターみたいになってんじゃん。それ飛べんじゃないのそれ。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。